った？おや？こんなに景色がいいんだ。おや？あれ、ゆ、あ、散歩道がある。なんだろう、だいぶ人の手が入ってはいるんだな。ちょっと今俺感動しまった。あれ、散歩道がある。遊歩道中なの、なんちゅうの？いや、遊歩道だと思う。おい、どういうことや。俺ここに何回か来てるけど初めて見た。なんか開けてね。あれ？あれ、俺ら道間違えとる？こんなに見晴らし良かった？あれ、ここそうやろ、もう。あ、これ違うわ。いつからこんなになんか明るくなった？これ道がめちゃくちゃ綺麗やん。まあここの部屋まだだもんな。うん、まだなんかドライビングコースだわ。そうそう、旅橋なの？旅ソフ？あれ、こんな見晴らしよかったっけ。いや、よくねえぞここ。いや、どうやった？なんかいっぱい鳥おるし。ちょっと待って、こんなに見晴らしよかった？めちゃくちゃいいじゃねえか。紅葉でみんな来とるんかな。あー、この辺前すごかったもんな。おいおいおい、岩転がっとるし、マジかマジかみたいな。岩めちゃくちゃ倒れとったし。来た。おー、まずはエネルギー補充なんやな、飲み物飲んで。どうする？あの、脇道探しやりたいから。降りんとか。相変わらず暗いな。ほんと暗いよね。トンネルの中に脇道ないもんな。これまだいけるのかな。いや、あるとかわからん。ここやって。脇道。ついてこい、わかるわ。はーい。何やった？また来たんかっていう。また来たかこれが、ほらこれは気づかんわ。はい、こんにちは、じいちゃんです。蜘蛛の巣？トンネルなのかな。オランダですね、っていうの。うわぁ、一部の方々喜びそうな場所やな。電気欲しいな。ああ、持ってきます？持ってこ、こ、戻ろう。肩透かしで済むのか、なんかどぎついもおるのか。
こんにちは、じいちゃんはんですのかっちゃんです。はい、今からね、二股トンネルのね、横にある小穴があるんですよ、ここ。これ分かりづらいね。誰か入ったことあるのかな。お、ピントをぼける。行ってみます。本当に行ってみましょうか。嘘、俺先頭。失礼します。別に俺先頭の方がいいなら俺先頭行きますけど。あれもあれ、でもこれ環境がないとこれないぞ、遠くまで多分。うん、うん、どうします。あなた一人先遣隊で行ってきますか。俺は一人で行きたくない。でもさ、うん、何にも取れんのだよな。周りの紅葉が綺麗すぎて幽霊もお出かけ中か。何やろね、このホラーな。人工的に穴開けられたって感覚でゴミがいっぱい。じゃない、行くぞ。ゴミがいっぱい？人が通った証拠じゃないか。うん、すげえ続いとる。あ、なんかのさ、あれやったよな。ん？これ人工的に掘られとるわ。多分隣のトンネル掘るときにここがあれやったよねえの？非常トンネルっていうか。おお。じゃなきゃこんなゴミだらけ。うわ、まあ今の一言からな、良くないんだろうなっていうのは分かるけど。いた。うん、真ん中に白い点があったような気がしたな。これはやばいぞ、ここねえな。そんな、ま、なんか反射する白い点のものはないよな。ないよな。これ相当続いてるけど行く？あなたの判断次第ね。あの結局今までのどぎついとこ行っても俺何も気づけないから。やばさも分かってないから俺は。やば、いや、そのめちゃくちゃやばいっていう気がまだ今ないんだよな。うん、うん、なんかのこれどこまで続くんだろうな。人が住んでた気配があるんだよな。あ、深っ。うん、深いぞこれ。行ってみる？まあ時間は担当ありますが。これ相当火焚いとるもんな上で。おお。音がした。ラップ音がする。車鍵閉めてるね俺。確認しに行きますか。取られて困るもんなんて財布ぐらいだ。大問題だよ。ラッポンの音がしたな今。カビくせえ。うわ、なんで起こった。うん、すげえな、未知との遭遇じゃない俺たち。今二股トンネルの隣にあり、今洞窟にいるんすよ。
このホラー穴がどこまで続くかっていきます？取れた、なんか取れたも何もまだ1枚も取ってないよ俺。そう、下気をつけるのこれ、なんかここまでつかないんか。なあれどう？俺のやつあれ何も見えねえ、突き当たりやな。さあちょっと進んでみます。一回もういいです、何があったか知らんが、すごいトンネルっすね。ここクマ出そう。俺もそう思ってるのであ、埋もれてるんだ、潰れて崩落してる、これ崩落してる。崩落してるやろ、これ崩落っぽいなぁ。なぁなんか、壁があるって感じじゃないもんね。斜めってなんか砂が崩れてきたって感じ、どうもすいません、お邪魔しました。ましたなあ、これ完全あ、崩落してるわ。これまだ新しいもん。おお。じゃあ、あのこの間の台風より前だったらワンチャン通れてた可能性が大だな。あー、惜しいことしたな。惜しいな。そういうことでした。さあ、行けよ。隣にあるなんか洞窟を探検してきました。そうですね、100メーター、そうね、100もないじゃん、70、80ぐらいじゃない。100メーター近くの行くと、崩落してて先には進めませんでした。うん、でもね、なんか心霊というよりも探検団みたいだったね。うん、洞窟探検だったね。ね、まあ皆さん機会があったら入っててみてください。マスクはしといた方がいいと思いますよ。だいぶ埃っぽかったよね、空気。すごい埃っぽかったね。どうだろう、でもラスボスの隅が崩落してるってなんかあれやな。だからこのトンネルももうそんなに長くないんだろうな。あら、まあ昭和30年やと。あ、手が出てる。昭和30年昭和31年5月、つまり何年前だ？ 78? ん？あ、そんぐらいか。でも70、いや、なことないよ。40、50、60年ぐらいだよ。おお。俺昭和42年だからまるっと10年違うやろ。あなた 10歳、11歳年上か。そう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 、先輩や。なんか納得、なんかモヤモヤが消えてよかった。うん、確かに